マジでさ、起きたいな、そろそろギリギリに来ます。いや、全然だよ。全然ですよ、実は。まだまだ先だよ。まだまだ先。でもさ、ルールでさ、番がないとかっていうのある、あり得るわけじゃん、正直。まあでも普通にちょっと増やしたいけどな。ナイルが今すげえ楽しいからいいんだけど。一応やっぱどうしても無理だなって思う組み合わせ用に。なんかサブは持っときたいけどね。ファンとホンダはとりあえずやるとしても、ピアノザブ、まあホンダのファンも、ファンはどうなんだろう、わかんないけど、チュンリーを使ってみる、チュンリーを使ってみる、まあなくはないかな。全員メインだけでよくない、いけなくはないっていう感じだと思うんだよね。結局その一部のキャラに対して戦えなくはないけど、まあ例えばじゃあ5先7先10先やった時に、まあまず負け越すんだろうなってなると、やっぱりちょっとまだトーナメントって考えると2先3先ぐらいだったら、3だとちょっと分かんないけど2先ぐらいだったら荒らせるからね。うん、別に確かにガイル1本でもトーナメントは切り抜けられそうだね。バイソンの話はもうどっか行った。いや、バイソンもちゃんと、あれよ、選択肢に入ってるよ。ただ、なんだろうな、バイソンな。まあ、できることならね、ああ、まあでも、サブのモチベがないでしょう。うん、まあね。まあそうなんだけどね。ガイルが楽しいんだよな。面白いんだよ、やっぱやってて。ホンダも楽しいでしょ。ホンダも楽しいよ。全く別のベクトルだけどね。全く別のベクトルだけど、ホンダも楽しい。ガイルでも新たな剣とかにじゃ誰が無理とかかったりしたりってたりしないですかね。あ、それは全然あると思うよ。全然あると思うよ。フルカブのキャラが気持ち的に触りやすいとかあります。あんのかな。いや、あんま関係ない気がするけどな。あんま関係ない気がするな。仕上げるとなると3、4キャラ作りゃかかんない。まあ、新しいキャラだったらそうかもしれないね。バイソンとかね。全く使ったことないキャラだったらそうかもね。バージョンの強さどうですか？あんまりよくわかんないけど、まあまあ強そうよね。スマホで竜から殺意に変えたのはどんな理由？強いから。シンプルに殺意が強い。メガの地上戦って強いんですか？強いよ。スト2は竜ガエルダブルメインじゃなかった。あ、ダブルメインだったよ。でも、ね、
スポーツっていうゲーム自体が俺からすると、制限をつけて遊んでたのよ。だから、例えば大会とかで、青パンとか出てきたら、青パンとかバルログ出てきたら、ああ、はいはい、そういう人ね、つって、バイソン使ってたね。皆さんご存知の通りですけど、バイソン使うわけですよ。だから、強いのはバイソンだね、俺の持ちキャラで。でも、その、俺のバイソンの方が強いんだよ。竜より、竜とかガエルより。だけど、俺のバイソンに負けて、悔しがる人っていうか、負けを認める人って多分いないんだよ。まあ、わかんないけどね。うん。まあ、俺も勝った気しないし。なんかそういう特殊な世界だったね。スト2の世界は。アニケンさんとかさ、ね、三重県とかさ、小郷さんとかさ、まあ結構俺が対戦してきた人たちも、バイソンで対戦しようよって言ってきた人一人もいないからね。うん。てか、なんならアニケンさん昔バイソンで勝ちまくってたからね。バイソンの最強だったからね。うん。一時多分勝率一番高い人だった。バイソンつうか、スト2回で。うん。で勝ちすぎてバイソン辞めてる。サードのチュンリーもバイソンレベル。いや、余裕でサードのチュンリーの強いよ、うん。余裕でサードのチュンリーの強いよ。バイソンって別に最強キャラってわけじゃないよ。うん、4強の一角って感じ。悔しくて見返してやるって気持ちはあるよ、もちろん。うん、悔しくて見返してやる。まあ。青パンとチュン、いやー、青パンより強いんじゃない？サードのチュンリーって。下手したら。いや、例えば、その、なんだろう。スト2の強キャラってさ、ね、まず地上戦がねえんだ。スト2の強キャラって。バイソンにしろ、チュンリー。まあ、チュンリーはま、圧倒的な地上戦力だよね。まあ、バルログもそうだけど、ダルシムもそう。うん。弾の駆け引きありません。地上戦ありません。うん。っていう感じなんだよね。なんかその、刀での切り合いとか、ね。銃の早撃ちとか、じゃなくて、爆弾投げ合いみたいな感じなんだよね。